本番レースピット離ればらつきありました。4号艇吉川が若干後手に回りましたが回り込み、ここは枠番消化、それよりも内側に入ってくるでしょうか。シリーズ初日の攻防は第2レース予選競争です。1号艇山口裕二、2号艇岡崎康弘、3号艇湯川浩二、4号艇吉川元弘、5号艇寺田翔、6号艇磯部誠です。一早くホーム外は4号艇吉川、その懐に高枠3社が入ってくるか。絶好枠山口裕二がインコースに侵入、デビュー20年にしまして待望の SG 初出場ということになります。今季は8点に迫るハイアベレージ、文句なしの大村代表であります山口裕二。2コースには2号艇岡崎康弘、今年の SG 戦線はクラシックでファイナル進出です。そしてこの暑さ湿気の対応は万全であります。3号艇湯川浩二が3コース、本番レースはスロー4コースに向けました4号艇吉川元弘です。先月の尼崎センプルカップで待望の地元周年初 V となりました。そして5角となったのはディフェンディングチャンピオン寺田翔5号艇、6コースにはこちらも SG 初登場。その切符を届いた今年6月のここ丸亀の京極賞では G1 初優勝も飾りました磯部。4対2のスタイル第2レース予選競争、1番2番3番4番ダッシュ5番6番です。スタートしました。センター3コースから3号艇湯川、6コースから6号艇磯部ですが、1マークの攻防は1号艇山口裕二が先手を取る。2号艇刺していくのは岡崎、間はあるか。3号艇湯川のまくり出し、内から4号艇吉川でバックストレッチ、先頭争い大激戦、誰が飛び出すか。わずかに3号艇湯川が覗く、へ先をかけるのは2号艇岡崎、外粘るのは1号艇山口裕二、最内から4号艇吉川も上がって4選手激戦。第2レーススタート正常です。絞るか。3号艇湯川が先手を取る。2マーク、1号艇山口裕二がその懐角度よく刺してホームストレッチに入った。この差しが届いた。3号艇1号艇先頭争い一騎打ち、わずかにアウトから3号艇湯川浩二が優勢も、その差は一定身。1号艇山口裕二が食らいつく。3番手争いは三つどもえの攻防、わずかにアウトから4号艇吉川元弘か、内から2号艇岡崎か。2周の1マーク、先頭争い3号艇湯川浩二に切り込む。1号艇山口粘りの戦い、ここも差を縮めようとしますが、3号艇湯川が単独先頭、二定身リード。1号艇山口裕二が2番手、3番手は4号艇吉川元弘が単独。上位体系は3番1番4番となっています。3号艇湯川浩二の後ろから1号艇山口裕二が、ここも角度よく右はギリギリ切り込んでいく。また差が詰まったか。3号艇湯川がしかし立ち上がり突き放す。1号艇山口裕二が粘りの戦い、2番手、3番手には4号艇吉川元弘、3番1番4番、最終周回に入っています。3コースからのまくり出し、バックストレッチ大激戦になりましたが、2マークコーナー先取り、3号艇湯川浩二が先頭、しかし離されません。1号艇山口裕二が2番手から粘りの戦い、3番手は4号艇吉川元弘、上位体系は3番1番4番の体制。後方ばらきました5号艇寺田翔、2号艇岡崎康弘、6号艇磯部誠となっています。シリーズ初日第2レース予選競争、3番1番4番先頭3号艇湯川浩二、2番手は1号艇山口裕二、3番手4号艇吉川元弘、上位体系は3番1番4番で第2レースゴール、先頭3番湯川ゴールイン、2着1番山口、3着4番吉川ゴールイン、5番寺田ゴールイン、2番岡崎ゴールイン、ラスト6番磯部ゴールインです。第2レースが終了です。確定1着3番、2着1番、3着4番となりました。第2レース払い戻し金です。2連単3番1番1580円、3連単3番1番4番、ご覧いただきました。